ばんみゃん。こんばんみゃん。こんばんみゃです。ちょっと位置が悪いですね。ここかな。こんばんは、皆さん来てくれてありがとう。こんばんは。リップが薄い？そんなことない？帰っててるからいいよ。やっほーみんな、こんばんは。やっほー、大阪お疲れ様、ありがとう。そう、今日はララポート酒井さんでチアアップイン大阪がありました。楽しかったです。今日はサッチーたちがあの夢力をねレクチャーして、振りをみんなで踊る簡単バージョンにして、みんなにレクチャーして一緒に踊るっていうのをしました。楽しかった。で、あとペダルと車輪と来た道とをワンハーフ披露させていただいたという感じでしたね。本日は2曲なんですけど、ちょっとそう2曲なんですけど、でもレクチャーしたって感じですね。髪の毛は片耳三つ編みです。これは編み下ろしではなく三つ編みしてもらいました。そう、今日は大阪のヘアメイクさんだったんですけど、あの初めてこう生まれも育ちもザ大阪の方に初めて話して、わあこれが関西弁かと思って、そう面白かった。そう、かわいい、ありがとう。今日は暑かったです。大阪はなんか37度だったみたいで、そう激アツでしたよ。お疲れ様、ありがとう。そう、でも今日はマネージャーさんがアイスを買ってくださって、なんとか生き延びたんですけど、あの暑すぎてあの味がしませんでしたそうそうだよね、この7月ぐらいでさ37って真夏どうなるんじゃろうと思って。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。台湾より暑いの？台湾ってどうなの？そう、そう、アイスもすぐ溶けて、そう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、37、なんか駅の外にあるなんか温度計みたいのが37だってた。そう、なってましたね。室内で良かったです。そう、外かと思ってた。そう、外にある特設ステージみたいなこと思った時、そう、さっき来てくれてありがとう。お写真もたくさんありがとうございます。初めてサッチのことを見た方も結構いたのかな。お疲れ様でした、ありがとう。サッチ来てくれてありがとう。そう、めっちゃフードコートで、そう、あ、ララポート坂行っててありがとう。どうでしたか。そう、てか、あ、くまねパパさん、パシャリありがとう。七夕、明日が七夕だからかな。ありがとう、くまねパパさん。七夕タワーじゃない、これって。どっちだ、織姫かな織姫タワーありがとう。
七夕、七夕は今日のお疲れや舞台。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ありがとう。七夕は今日のお疲れや、あ、いろいろと、そう、皆さんにお伝えしたいことで、そう、舞台が何このゆるい感じ、 X でもねお伝えしたんですけど、そう、舞台が決定しました。初舞台、ありがとうございます。幸せになるためにっていう舞台の、なんか東京でもね7月15日ぐらいにやられてて、2022年にもやられてたみたいなんですけど、その舞台の広島バージョン、広島バージョンというか広島でやるので、その広島でやるのに出させていただきます。ゲバントホールさんで、和光ゲバントホールさんであって、さ、8月31日と9月1日、私は B と D チームです。そうでね、一緒に池田優良さんとね、そう、舞台させて出させていただくんです。そうそう、なのでぜひ待ってます、さっちの初舞台。こま来てくれてありがとう。なんかね、稽古も始まってるんですけど、お友達が一人できましたそう、お友達ができました。めちゃくちゃ会った瞬間からめちゃくちゃこう、なんていうの、あの、面白いタイプ、なんていうの、学校に、山口の高校に帰ってた時にいたお友達にすごく似てて、そう、すぐ声かけたそう、ありがとう、来てくれるの、ありがとう、8月31日、ありがとう、みんな来てくれるの、たくさん行くよって X のコメントにね書いてくれてありがとう。初めての舞台で、ね、ちょっと緊張するんですけど、次の舞台頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってきます。舞台楽しみ、ありがとう。そう、演技は初挑戦、初挑戦じゃないか、あの岡山の CM でちょっとだけ演技しました。そう、揃ったありがとう、ローケイティさん、織姫と彦星が揃ったありがとう、ローケイティさん、ありがとう、ありがとう、揃った、嬉しい、ありがとう、ローケイティさん、ありがとうございます。七夕はありがとう、並んどる、そう、織姫と彦星で並んでる、あ、願い事しよう、じゃあしとこ、うん、願いました、これで叶います。何を願ったかは忘れ物ですじゃない、ちょっと待って、何これ、何タワーだ、ノブさん、ノブさん、ありがとう、ちょっと待って、これ何短冊じゃないよね、これ何タワー、これ何、じゃあこの謎のやつ、そうだよね、謎だよね、これこれ何、でも揃ったということですね。これで揃ったんじゃない？ありがとうございます。何タワーだこれ？ありがとうのぶさん。これなんだろう？あ、え？え？何これ？
ちょっと待って。今の何？ちょっと待って。反映されてない。ちょっと待って。どちら様ですか？ちょっと待って。出てこないんだけど。ちょっと待って。どちら様ですか？ちょっと待って。私のに出てこないんだけど。どちら様が投げたか。ちょっと待って。どちら様ですか？ちょっと待って。あれ？出てこない。どこに出てきてる？どちら様でしょうか？ちょっと待って。あれ？出てこない。一応さ、こうちょっと、決め顔してみたんだけど、スクショできたかな？タイピーエさん？ちょっと待って。サッチーのさ、あれ出てこないんだけど。え？タイピーエさん、ありがとう。タイピーエさん。ありがとう。タピヒさん、ヤッホー、ありがとう。スクショできたかな？できた。一応決め顔してたんだけど。あちらの方から、ショールームギフトでもね、サッチーのに反映されてないんだけど。なぜだ？ありがとう、タイピーエさん。スクショ、タイピーエさんとかですか？ありがとう。スクショできたかな。ありがとう。これはもしかして全種類制覇ですかね。七夕じゃなくて七夕の1日前にね、制覇っていう、なんだか面白い。こっちには出てる？なんでだろう。サッチの出てないんだけど。あまりにも変わりすぎて、ついあら、ついつい嬉しい、ありがとう。ついつい投げちゃったの。嬉しい嬉しい。そんなサッチは今日マックを食べましたっていう自慢です。そう、全種類制覇ですか？イエーイ、ありがとう。みんな、サッチは七夕の女ですね。今日からじゃあ七夕の女なので、サッチに願い事をしに明日お話し会待ってます。そう、オンライン話し会なのでね、明日は。確かにみんなのおかげで願い事が叶うかもしれない。いっぱい願い事したんだ。3つしました。ちょっと今のは自分ではちょっと宣伝上手かもって思っちゃった。僕のオイリー姫になってください。でもいろんなルームで見るしな、悩み中です。そう、さっき何お願いしたの？でもきっと叶うので、きっと叶うと思ってるので、叶ったらまた言います。願い事って言っちゃいけないんだっけ？そう、今までバレてましたか。さっちはね、パトロールっていうか普通にメンバーのショールーム見るのが好きなんですよね。そう、でもずっとは見てない。一瞬入って一瞬抜けてるって感じ。でも見てるよ。来世結婚しよう。ショーナ？来世でいいの？来世はサッチ？あ、そういうこと？ん？どういうこと？そう。明日いつもより長いけど、飽きないよ。いっぱい話して嬉しい、みんなと。ありがとう。一瞬で壇上確認。なんか壇上っていうよりはコメント？コメント読んでる。読んでるっていうか、その時のコメント見てる。一瞬だけ。そう。サチタンワールドへようこそ。あれ、これ、ちょっと待って。パクリになって。どうなの？名言。そう。浴衣のアクスタポチって、嬉しい。そう、今日までなので、今日の23時59分までなので、浴衣のグッズの受注販売が。皆さん、ぜひ、サッチーと一緒に夏を過ごしましょう。涼しくね、行きたいからね。扇子とかすごいいいなと思った。しかも扇子の美術が一番結構好きかも。あの画像ではね、実物はまだ見てないから分かんないけど。そう、ありがとう。また見せてね、サッチーとなんとかなうって。
ね、戦争のグッズっていいよね。確かに確かに。使えるしね。そう、浴衣姿、あ、浴衣姿といえば8月11日と11日の直接お話し会、めちゃ感じ、お話し会で浴衣を着るのでぜひ待ってますっていう感じですね。センスのセンスがいいですね。そう、あ、そう、カーリングの神様、私たち、私と原田沙耶香さんが応援大使を務めさせていただいてる、そう、カーリングの神様なんですけど、募金なのかな、ちょっと正式名称忘れちゃった。募金をすると、募金、なんかクラファン、クラファンっていうの、クラウにすると ST48 のアクスタが、そうです、ちょっとまた X 上げるのでぜひ見てください。カナダさんに、カナダさんにって言って、カナダちゃんに食メントを用意した、シャチのモブメントタオル、お祝いタオル、ありがとう、嬉しい、ありがとう、お祝いしてくれてありがとう、クラウドファンディングっていうの、ありがとうございます。夢はいつだって汗臭い、また披露したいですね、どこかで。汗臭かったシャツ、こんばんは、来てくれてありがとう。どんなアクスタなの、さっちもね、実物まだ見てないんですよ。そう、どんなの、こんばんは、来てくれてありがとう、さっち来てくれてありがとう。やっぱりライブって楽しいですよね。ライブ楽しかった今日。サチ来てくれてありがとう。サチさん、サチちゃん、ありがとう。ありがとう。今日は何してたの？今日は大阪に行って、チェアアップのララポート酒井さんでイベントをしてきました。隣酒井で隣のサチやばい、サチやばい、どっちのやばい、いいやばいですか。たこ焼き食べた？え、なんか結構時間があったんですよ、新幹線までに。で、いろいろリクルおじさん行ったり、午後一に行ったり、大阪らしいもの食べたかったんですけど、その前にマックを食べたいっていう衝動に駆られちゃって、マックを食べました。マックを買いました。そう、だから大阪っぽいものは全然一個も買ってないですね。で、本当は、551はなんか大阪お話し会の時になんか差し入れでいただいて、そう、食べたことあるけど、リクルおじさんは食べたことなくて、ちょっと食べたかったんだけど、なんかホールしかなくて、そう、さすがにホールはちょっとと思って、一人じゃ食べれないしな、断念しました。いつか大阪お話し会か大阪のイベントでリクルおじさんの差し入れがありますようにっていう、ちょっとそう、そう、そう、ホールはね、ちょ、え、そうなんや、絶対ね、サッチーも言う食べれるんだけど、謎のマウント食べれるんだけどじゃけど、ちょっとやっぱカロリー気になっちゃって、そう、しかも多分賞味期限短いよね、だからやめました。あとあれ、みたらし団子、土産で買おうとしたけどやめた。あといいんだけどね。でもなんかみたらし団子を差し入れでいただいてめちゃくちゃ美味しかったです。誕生日配信はホール食い、ちょっとしたいかもちょっとしたいかも、ちょっと
ちょっと結構したいかもそれ。え、ちょっと待って、めっちゃしたい。どうしよっかな。でもな、舞台が控えてるんだよね。でもちょっと結構ありやばい、なんか大人になったって感じ。そんなホール食いできる、ホール食いっていうね、ホール食べ、ホール食いできるなんて大人になった、もしかしてこれって私。でもな、今年はどうなるんだろう。みんなお祝いしてるなっていうこと、帰れるか分かんないから山口に。そうだからみんながお祝いしてね、だから。そう、生誕祭どうなるんだろうね、全然分かんないけど、生誕ティーはあります。そう、自分へのタンプレは、でもなんかどうなんだろう、なんかそんなにめちゃくちゃ、どうだろう、でも買いたいな。ありがとう、みんな嬉しい、ありがとう、嬉しい。あ、でもデパコスとかいいね、確かに。自分で自分へのお誕生日、今一個欲しいのあるんですよ、だからそれ買おうかなとか思ったり。つめやくし、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、でもあのデパコス欲しいんですけど、ちょっとお姉さん組と一緒に行かなきゃ。この前買った時はお母さんと行ったんですよ、だから私よりお姉さんの方と一緒に行かないと、あの、そう、緊張しちゃう。サチタのあざといところハマって、あら、サチタもしかしてあざとい、あざっちで行こうかしら。でも生誕祭とか嬉しいな。でも、もしあるとしたらちょっと不安もある。そう、でも開いていただけるならめちゃくちゃ嬉しいんだけど。そう、生誕ティーはウサピョンです、今年は。もしタンプレもらうなら、どういうこと、どういうこと、誰かからってこと。誰からからタンプレ、なんだろうね、今ね。人からもらうっていうか、めちゃくちゃ高いんだけど、欲しいものは美顔器。でもね、高いんですよ。そう、自分じゃちょっと、そう、買えないぐらい高くて、だから今頑張って貯めてます。そう、美顔器、 TGC の時に、 TGC 熊本の時に、私人生で初めて美顔器使って、そう、これが美顔器かと思って、そう、めっちゃなんかクーってなる、ここがね、ここら辺にこうやってクーってあるんだけど、クーってなって、もう気持ちだけど、気持ち、確かに顎がすっきりした気もするっていう感じ。そう、でもなんか美顔器やっぱ気持ちって大事じゃないですか、こう、だから欲しいんですよね。だから頑張って今貯めてるんですよ。すでに身側だよ、ありがとう。おいくらす、なんか結構ピンからキリまで、これ日本語合ってる、ありましてね、高いのは20万とか30万、まあそこまでは多分買わないんだけど、でも安くても数万はする気がする。だからね、そう、買えないんですよね。あ、なんかみんなごめんね、別になんかその狙ってるとかじゃなくて、そう、本気で欲しいもの言った時、今全然違うから、そう、そう、
いみたいですよ、美顔器は。そう、でもなんか美容系が欲しいですね。美肌系女子になりたくて。そうそう、え、ねだってるように聞こえますか？違います。いや欲しいですよ、そりゃそりゃ欲しいですけど、でも別にねだってるわけじゃないんですよ。コロコロ、なんかコロコロは皮膚が伸びるらしいですよ。そう、あ、ありがとう TGC。 十分美肌やんって、ありがとう、最高なこと言ってくれる。でもなんかさ、美容系 YouTuber さんとかさ、本当になんかなんか光ってるじゃん顔が。私それぐらいになりたくて。そう、ツルツルで毛穴ゼロみたいな。本当はエステとか通ってみたいんですけど、ちょっと通えませんね。そう、部品、確かに部品組み合わせるタイプ。サッチーが、こんにちは、来てくれてありがとう。今の、ありがとう。ひらがなでさが好き。確かに同姓同名がいたら大変だ。もう光ってます。いやー、ありがとう。みんなは優しいね、本当に。そうですね、っていう感じなんですね。わ、めっちゃ褒めてくれるやん。サッチーの自己肯定感が今アップ中ですね。アップ、あー、みんなありがとう。あ、ちょっと照れちゃうなみたいな。照れちゃうからちょっともうやめちゃおうです。ショールームやめちゃおう。嘘嘘、ありがとう、みんなたくさん褒めてくれて。あー、みんなありがとう、ありがとう。あー、めっちゃ止まんない、褒めてるコメントが。恥ずかしい、ありがとう、ありがとう。こんばんは、来てくれてお疲れ様です。お疲れ様です。今日土曜日だね。こんばんは、来てくれてありがとう。でも本当誕生日まであと1ヶ月ちょっと。どうしよう、19歳になっちゃう。全然いいんですけど。18歳でいたいとかいうあれはないんですけど、特にもう19か。サチさん押しましたダメですか。ドゥルルルル、オッチェー、オッチェーです。あ、サチさんのこと教えにしてくれるんですか。わ、え、ラストティーンじゃん。やばい、サチさんのつぶやきパート2が出てきちゃう、そろそろ。やばい、19歳か。そう、普段は年齢より若く見、どうだろう、年相応に見られるかな。そう、年相応ですね、サチは。ラストティーン何したらいい、みんな教えて。でも周りの子、同級生、今大学に通ってる同級生が社会人になる前にたくさん会っときたいなって最近すごい思う。やばい、忙しいアピールとかじゃないからね、本当に休みが合わなくて。そう、そうなんですよね。確かに去年は次の日があれだったから、当日はそうだから。確かに、サッチ考えすぎ。なんかね、これめちゃくちゃ言われるんだけど、サッチ気にしいって言われる、めっちゃ。そうなのかな、わかんないです。でも人生は明るく笑顔でスマイルでいきます。ありがとう、みんな。そうそうなんよね。なんか夏休み山口帰る気会おうって言われたけど、そう予定が分かんないって感じ。そうそう、こんばんは、来てくれてありがとう。さちたの誕生日暇たけ、え、ちょっとね、したいなとは思ってる。そうしたいです。
ッチェさんに、オッチェさんずっと会ってない、連絡はしたんだけどこの前ずっと会ってない寂しい。オッチェさん大好き、チュ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 って感じ。そう、ひまたぎすると思いますね、初ひまたぎ。あ、みんな起きててくれるの嬉しい。オッチェさん、まあ、オッチェさんどこかは言わないんですけど、遠いとこにいるのでね、なかなか広島には来れなくてそう、嬉しい。8月19ってさ、何日だっけ、何曜日、日曜日だっけ。ありがとう、最高最高、ありがとう。日曜日だっけな、あ、月曜日は。みんな大丈夫、次の日仕事、あ、日曜日、あ、どっちだろう、わかんないけど次の日仕事だけど嬉しい、ありがとう。その時はコーヒーを買って、オロナミン C を飲んで、ミンティアを2分に1回食べて頑張ってください、次の日最近は結構夜遅く寝ること多いんですけど、嬉しい、よきまおさん似てるって、もう嬉しい。なんかたまにねそういうコメントいただくんですけど、本当に嬉しい、ありがとう。さっち、あ、オールはね1回だけしましたね。うん、でも高校生の時になんか学校でサッカーが流行ってて、ワールドカップやってたじゃないですか。なんかみんなサッカーの話してて、いや、さすがにサッチも見ようかなと思って見たんですよ。でも3時ぐらいだったじゃないですか。ちゃんと見て行ったんですけども、眠すぎて頭痛すぎてもう一日もうこんなんでした。え、みんなで昨日見たって、ちょ、もう無理、眠い、無理って感じで。そうね、がありましたよね、懐かしい。そう、あ、なんか何気ない日常って楽しいよね。青春ポーズは L じゃないです、適当です。今年の日またぎは何時まで、今年の日またぎいつのことだ、あれですか、2024年になる瞬間ですかそう、授業中、いや、授業中は寝ようと思って寝たことはないです。あの、本当にすんごい顔しながら耐えてました。でも実際自分がどんな顔してたかわからない。なんか思い出す、さすがにこれはないです、こうやって結構こう考える系。これなんかショールームで何回か言ってるけど、社会の時間がもうほんまにほんまにって言ってた、本当に眠くて、そう、眠くて、あ、これ無理だと思って、サッチーが生み出した技、みんな学生の皆さん、社会人の皆さんも、あの、仕事中ぜひ使ってください。考えて、左手で考えて右手でペンでメモを取る、こう適当に動かすんですよ。これで、あ、これは利き手の指で、はい、変えて逆でもいいです、左利きは。あ、ちょっと充電がやばいさっちはこれで乗り切ってましたね、社会の時間そう、ガクンってなったことはありますね、めちゃくちゃあります。結構大胆にガクッとなったんです。でもなんだろう、なんか高2まで、その山口の高校にいたんですけど、高2の時のクラスがなんかもう家族みたいで、アットホーム、なんていうの、すごいみんな優しくて、みんなすごくなんか、あの、お父さんお母さんみたいな心の持ち主が多くて、そう、
本当に心が広い子が多くて、もうサチも自分のこと子供みたいにもう本当にもう好き勝手なんて言うんだろう、 あんまり恥がなかったそうみんな優しいから、あサチちゃんまた寝る、ソガーさんまた寝てるよみたいな感じになるから、そう優しかったから、そうなんか子供のようにのびのびと生活してましたね、おっちえさんと。そう僕は机によだれたりしたそれであれやっべよだれたりしたら俺っていう派なのか、なのか、うん、あどっち派でしたかそうそう家族みたいにね、みんな優しくてね、そう全員仲良かった、本当に素敵なクラスだと思う、そうみんな優しかった、なんか誰と隣になってもみたいな、すごくいいクラスでしたね、先生もすごい優しくて面白くてめっちゃいいクラスだったと思う、そうそうだからこそ別れがね辛かったかも、いいクラスで終わっちゃったから、そうサッチが将来も寝落ちする日が来る、うわ確かに、いやしませんよそうしません、来てくれてありがとう、コンセントがないんだよね、充電したいんだけど、似合いです、こんばんは来てくれてありがとう、さっちゃんそっちしてありがとう、さっち目良くなったよ、そうだよありがとうね、でももうあのインラインインラインっていう中をアイライン、まつげの間アンアイラインであの埋めるメイク方法があるんですけど、それはちょっとやめました、また汚れが埋まっちゃってまた発症したら嫌なので、そうちょっとやめましたね、それが原因かは分からんけど、サチはそれかなとか思ってて、そうなんか汚れが詰まってますって言われて、そうだから良くないと思って、カラオケ配信1曲だけじゃ歌おうかな、充電がちょっと怖いけど、そうそうもう目は腫れたくないですね、ちょっともう目は嫌です、そうなんかそう落としきれてないんだと思う、そう取りにくいのか、だからアイシャンプーを勧められました、編み込みこれは三つ編みです、かわいい、ありがとう、そう三つ編み、これはいつかのそこ曲がったら桜坂の桜坂46さんの冠番組のいつかのやつがやつで、森田ひかるさんがやってた髪の毛、そうずっとやりたくて今日してみました、でも森田さんは両方してた、両方でもっとあの存在感薄めの三つ編みだった気がするけど、サッチーはちょっと大きめの三つ編みにして、そうこれで私も森田ひかるさんになれたでしょうか、てーてーてー You know 愛とは自業自得、自業自得本入ってるの、桜田さんの曲は歌れあの自分は覚えたつもりでもめちゃくちゃ早くてなので実際歌えないことが多くて、そういつも鼻歌とかで歌うんです、どういうつもりだろうなんじゃない、そんなわがままは通用しない、忘れられない、もう一度付き合おうてててててそう早口なんですね、めっちゃだから難しい歌うの、11日8日知り合いに会いに大阪に行くのですが誰の券を買うと幸せ、これはもうサッチって様子に来てますよねサッチの子、この子の券を買いましょう、曽川咲ちゃんの、3期生ライブ行きたい、いいね、いいな、3期生ライブも見に行きたいし、STU の3期生ライブもいつかしたいですね、そう武道館埋めちゃってそうでも夢は大きく
can make talk.人見知りなんですけど大丈夫大丈夫です。サツタンがスティスティス攻撃します。全然大丈夫です。関東でフェスまたコンサートしてます。あ、3月20日にちなみにありますね。3月20日埋めたいですね。そう、一人今日一人でも STU いいね調べます。あ、東京でやるんじゃ行こうってなってくれた方が一人でもいたらいいなって思うので、皆さんたくさん STA を拡散してくださったら嬉しいです。なんかみんながこう作ってくれてるじゃん、サーチタン、これは適当ね、サーチタンスチスチみたいな、あの画像をつなげたりとか動画とか画像とか画像作ったやつとか、ああいうのめっちゃありがたいです。そう、ありがとうございます。サスタンも見てて嬉しいし素敵ってなるし、なんか STA を広めてくださってて本当にありがとう、本当にありがとう。これからもたくさんしてくださったら嬉しいです。そう、一緒に STA を広めていきましょう。ちょっと恥ずかしいよねこういうの言うの。ポストする時のハッシュタグはね決まってないです。そう、決まってないですね。でも作る予定もないかも、ハッシュタグは。でもそがさっきっていうのは見てる。そう、ハッシュタグそがさき。そうけど自分のこう作ったハッシュタグはないですね。で作る予定も今のところはなしかも。そう、一度見たら本当に頑張ろう。じゃあさて来てくれてありがとう。かっけえ、ありがとう。何がだろう。ありがとう、でも嬉しい。かっこいいって嬉しいよね。こんにちは、こんばん来てくれてありがとう。こんばん来てくれてありがとう。結構喋ったのに恥ずかしい。そう、さっち語れないタイプ多分。あのそう、多分最後ニヤってしちゃう、恥ずかしいって顔しちゃう。あ、まあライブとかでもし任されたらドヤ顔でしますよ。これからも STA は進化し続けますドヤってするんですけど、ショールームとかだとちょっと照れちゃう。そう、そう、サチさんスチスチありがとう。サチさんスチスチありがとう。愛とは自業自得だ、どこにいるな。タッチさせちゃうよ、タッチのパワーは可愛いとか嬉しい、ありがとう。なんて言うんけそういうの、わからんけど。綺麗黒髪、嬉しい。え、なんかさ、千葉エリーさんが黒髪にしてたじゃん、みんな知ってる AKB の、 AKB48 の千葉エリーさん、めちゃくちゃ私の好みにドッキュンバッキュンさせられました。うわ、可愛すぎると思って、どうしよう、また推しが増える。手ぐらいめっちゃ似合ってて好きですって感じ。そう、そう、え、僕体もだけど、あの見たいんですよね、公演を。そう、だから公演を見てみたい。押しましょう、いいことです。まあそうですね。まあ幸さんも押しましが多いので人のことは言えないんですけど、でも多分
多分イリーさんも、あ、私のこと好きでやってくれたら嬉しい、え、DD ふってなっちゃうから、みんな一途でいるんだよ誰が言ってんねん、ほんまに。そう、そう、え、いいな、みんな見たいんですよね。サチ来てくれてありがとう。いつですが何か最高ですね。お話会場よく見てるよね他の。そうだよ、直接、まあ、オンラインはさすがにみんなバレてないからね。あ、でもたまになんとかさんやっほーって言ってるのをちまに、え、今なんとかさんって言ってあれれ、さっちのとこにまだ来てないのに先にそっち行っちゃったのって時はありますね。で直接はもうあいらんとか見てますで、そう、みんな目そらすよねそう、みんな目そらすよね直接で。他のレーン並んでて目そらすときは嘘ついてるんですよ。そう、やばい、バレた、自白してますねみんな汗汗してる。じゃあどうやったら許されるか言いますね。どうやって許されるかというと、3月20日の8周年コンサート東京ガーデンシアターに来てくださったらもうビッグスマイルです、私は。なので全然 OK です、来てくれたら。でも来なかったら、え、なんでってなる。そう、だから、まあ、来てくれたら許します。サッチーはなんか8000人キャパが8000人みたいなんですけど、本当に全部見るから、来てた、来てなかったらバレるからねそう、本当にもうこっちが双眼鏡を持ってくから、そう、みんなも双眼鏡を持ってくかもしれないけど、こっちが双眼鏡を持って見るから、みんなバレるからちゃんと来るんだよ俺の嫁違いますなんかさ、俺の嫁って誰が考えたんやろうね。なんか良くない、でもその振られるっていうあれがめっちゃ好きだっちは。そう、ありがとう、嬉しい。充電がそろそろなくなりそうなんだけどさ、もうちょっとしたいんだよね。でもさ、マジでコンセントがなくて、近くにちょっと試行錯誤してきます。みんな1分だけ他のルーム行っててもいいよ、1分だけだよ、でもすぐ戻ってくるから。でもそう、え、ありがとう。そう、絶対結婚し、あ、やっぱ行っちゃダメ、サッチ喋るわ、ラジオするわ。そう、絶対結婚しような、もうさ、誰が考えたんだろうね。なんか普通になんか面白いよ、めっちゃ面白いって思って。だってここにね、コンセントあるんですよ。どっちが近いかな。だってこれギリと合わない。あ、やばいやばい。ギリと合わない。無理かも。残念、みんな。ってことで、まあ、スマホを動かしたらいいのか。ちょっと待って。ちょっと。じゃあさっちは何マックを食べたでしょう今日。あ、ほら、みんな気になってる。はっ。辛いのは好きです。正解は、期間限定のペペロンチーノじゃなくて、ペペロン、なんか辛いチキンの期間限定の、そう、魔女の宅急便のやつ。ちょっと、扇風機寒い。食べました。美味しかった。でも結構辛かったから、辛いの、同じね、胃袋界隈にしたいなって思ってるけど、辛いの苦手な方は食べない方がいいか。結構辛かった。でも買って新幹線待ちがすごく長くて、そう、長くて、マック冷えちゃって
せっかく私マックね、新作が出たら1回食べるっていう決まりにしてるんですよ。そうだから、あと次の新作1ヶ月後ぐらいかな、くらいまで食べれなくて、そうそうなんですよ。そう、え、新作は割と全部食べてるかも今のところ。わかる、今回の3種類は結構悩む。そう、なんかごめんなさい、かなおちゃんの配信まあいいでしょ、サッチーのを見てくれるから。そう、なんか辛いもの欲が最近すごくて、だから辛いのにしたけど、あのそう、ジャーマンポテトがめっちゃ気になってる。そう、サシタ、ほんまに可愛い、ほんまにほんまにほんまに嬉しいわそれはそう、いつかさ全種類買いたいんだよね、一日 で全種類食べたいんだ。そう、でマックのさポテトってさ店舗によってさ塩加減全く違うくない？そう、思ってる。そう、昔中学生の時にそういうのにハマってて塩を多めしたのね。サチはポテトに塩をちょっとかけてくれるかと思ったら、あの塩が袋に入って出てきてびっくりしました自分で塩をつけてくださいって感じでした。だからびっくりした。なんかケチャップくださいとかもできるみたいですよ。あと何があったかな、あとなんだっけな、なんか結構できるみたいです。そう、今年は毎年さ、なんかランク3つあるじゃん、普通のとチーズと、もう1個のさ一番最上級のなんかさ毎年違うから、わかる、楽しみだよね。去年は何でグラコロ食べなかったのだろう、なんか多分ライブが近かったのかな、なんでか忘れたけど、グラコロ食べてないんですよ私の、グラコロが。だから絶対にグラコロを食べたい。でもまだめちゃくちゃある、グラコロまで耐える私。マックと蒙古タンメンは本当に定期的に食べたくなっちゃう。その毎年出る系だとあれが好きですね、てりたまが。蒙古タンメンは私はカップラーメンです本場マックの飲み物はいつも、なんかずっとカフェラテ飲んでたんですけど最近なくなっちゃって、そう、カフェオレどうだ、アイスティーですかね。本当はコーラが飲みたいんですけど、なぜかね、これブログにも書いたんですけど、なぜかそこだけね罪悪感が生まれるんですよ。レギュラーメニューはね、照り焼きが好きかも。レギュラーメニューでも全然食べないそう、スパチキとスパビーも好きだった。あと、あ、ごめん全然食べてたわスパチキとスパビーと、あともう一つなんだ、てりたまじゃなくて卵のやつかね、好きです、普通のだったら。蒙古タンメンあれでしょ、北みたいな、北極タンメン、北極麺、辛いってゆいなちゃんが言ってた。そう、500円セットのね、学生の時はよく食べてましたね。あ、江口、それです、それです、江口エッグチーズバーガーも好きです。卵がプリプリ、そう、美味しい。こんばんは、来てくれてありがとう。
朝マックも美味しいですよね。わかる。ハロー。アタクピ一人称面白すぎでしょ。アタクピ、アタクピにはビッグマック、そうビッグマック食べたことないんだよね。みんなビッグマックってどんな味なの。なんかビッグマックソースめっちゃ早口、ビッグマックソースがさ、なんか美味しいってよく聞くんだけど結局食べてないんだよね。食べたことある人教えて、どんな味。めっちゃうまい例えでよろしくわかりやすい例えで。でかいだけ。そうなの。なんかビッグマックのドレッシング、ビッグマックのソースが美味しいって聞いたんですけど、ちょっと酸っぱめ。そうなの。大きいだけか。あれ、そうなの。なんだろう、聞き間違いかな。じゃあ見間違いか。そう、オーロラソースってやつ。そう、ハンバーガー2枚。あ、じゃあがっつり、マジでめっちゃがっつり行きたい人よみたいな。なるほどね。チーチーダブチーもね、本当は食べたかったんだけど。そう、いい、話せた。うん、耳かゆい。いつか食べたい。突然のスクショ、スクショ。体重管理は一応してます一応東大ですみたいな感じで一応してますね。サチの悪いとこはちゃん、あの節制するんですけど、一回ねネジが外れたらバババババッ食べちゃう。一日よくないよね。だから食べないいいんですけど、でもね食べなきゃね。ラーメン食べたいな。じゃあ今一番食べたいもの言おう。せーの、ラーメン。でもさ、確かにさ、なんかよく食べる話してるじゃん、さっち。でもみんなの前でさ、いっぱい食べてるところとか見せたことないよね。チャーハン食べたい。家系ラーメン食べたい。ちょっといちごちゃんへ、いつ行くんですかいつ行くんですかってね。いちごちゃん、もう10個ぐらい約束してるけど、どこも行ってないわ。あ、しゃぶようだけちゃんと約束果たした。そう、明日ゆいなんか、あ、ちょっと食べに行こうかな自分ちょっとくださいなーって。なんかゆいのとケーキっていいね、似合うね、かわいいな。ゆいのとさ、まだ出会って1年なのにさ、今日ゆいかちゃんとかなとさ一緒に帰っててさ、いやゆいの真下で18歳かーとか話しとったんよなんかもう急に大人だねーとか話してたけどさ、よく考えたらあのまだ全然出会って1年だしさ、その小さい時から見てきたわけじゃないのにさどんな話しとんやろうと思って。でもなんか17から18に言っておきます。言わないで言わないで、絶対サチサチがって言われるから、サチが予定立てないからって言われるからそう、いいね、みんな美味しいもん食べよう一緒に。そう、そう、親目線。何クォーターパウンダーってなんじゃそれは。誕生日配信はまあショールーム暇だけ配信だしっていう
理由をつけて、ケーキとラーメンといっぱい買っちゃおっかな。みんなは許してくれるけどね、自分と、うん、そう、大阪はマックを食べましたあ、お寿司もいいね。ピザも食べたいけどピッツァ高いんですよ。そう、ホールケーキ食べたい、ホールケーキ食べたい。あの頑張っただととかはね、あの心よく許してくれます。そう、なぜかマックの通知だけお母さんに行くんですよ、買ったら。そう、なぜか、本当になぜか、本当になぜかマックだけ通知が行くらしくて、そうだから怒られるというか、怒られはしないんですけど、またマック食べたんですかって言われるから、はいってよく言う会話をするんですけど、食べ過ぎないようにねっていう会話をよくするんですけど、あの怒られる前に、あのマック食べたいな、食べちゃうかなって匂わせをしときました。でもそしたら、今日は食べていいんじゃないって、ええありがとうって感じで、そう食べました。そうで、な謎だよね、なんでマックだけ。そう、さちゃんステッチありがとう。そう、よく分からんけど、そう、いや許可制じゃない、全然自分で食べてるんですけど、あとね、てかね、食べたもん私報告する癖があるんですよ、今日のご飯って。そうで全部隠さず言うから。そう、かわいいママ、そうママは世界一かわいい。やっぱ今の映画はちょっと不気味だよね、みんな見ないでね、ごめんね、不気味な笑顔しちゃった、ごめんね。あ、めっちゃ まぶたが変だった。そう、こんばんは、初見さん来てくれてありがとう。そう、サッチーから教えん、ママに、ママに教えんするの。それはちょっと嫌かも。そう、ママも可愛いの、そう、私なの、家族のこと大好き。食べてる、え、どういうこと、どういうこと、えって書く、え、それとも、ミューパーママの声かわいいけど、え、ミューパーママの声聞いたことない。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。あ、え、違うっけ、なんか誰か電話してた時聞いたな、あれミューパーママだったっけ、忘れた、忘れました。確かになんかみんなのお母さん全然わかんない、会ったことない。でも自分ユーナのお母さんと電話したことあるよね。そう、ユーナんち行って夜電話してて、お互いお母さんと、で、そら、あさきでーすって自己紹介した。そう、どっち来てくれてありがとう。めっちゃ前だけどね、本当にめっちゃ前、1年前とか、ちょうど1年前とか、7月とか。ただいまさっち、おかえりおかえり、どこに行ってたのか分からんけど、サチとあちあちだね。そう、暑いですよ、もう。サチのおすすめ浴衣、浴衣おすすめだよ、あと1時間ちょっとおすすめです。センスとかさ、夏限定なんじゃないかな、勝手に思ってる。こんばんは、来てくれてありがとう。なんかちょっと髪の毛ボサボサだな。あ、忘れてた？すごい、なんか強調がすごい、びっくりマークが
サチもよくそれ使う。え、忘れちゃダメだよみんな、あと1時間ちょっとあるから、いっそき、みんなに、みんなで見せてね、買ったよって。あ、アクスタもあるよ。アクスタなんかね、ちょっと振り向きみたいな感じでしたね。そう、いや、ありがとう、サチの浴衣クリアポスト、ありがとう。え、ありがとう。おすすめありますか？センス、このセンスおすすめです。あとキーホルダーおすすめ。でもまあ全ておすすめですね。え、嬉しい、浴衣のサッチ、見返りビジネス。あら、本当にですか、嬉しい。見返り、振り向き、それだ、見返りだ。ちょっと足伸ばす、痛いです。自分も推し活したい、生写真買いたい。あれ、結局桜坂のグッズ一緒に買おうって言って買ってないな、結局。二人とも口だけや。そんな、二人が大好き、二人っていうのは自分のことね。でも生写真ランダムでさ、推しが当たる確率は低いけどさ、ワクワクするよね。今日も可愛いな、そうな、そうな、そう、うまくてくれてありがとう。部屋がサチで埋まってきました。え、見てみたい、どんな状況なんだろう。みんなグッズでもどうしてるの？ね、低いよね確率。今日は日向坂さんの、え、そうなの？リアルミーグリ行ってみた、いっぱいやってみたいことあるんですけど行動力なさすぎて。そう、旅行とかもいっぱい行きたいんですけど。そう、おはこんばんにちは。やばい、今ね背骨が曲がってる感じがあってすごく嫌だから、ちょっと伸びてくる。あ、やばい、ぶち、カーテン、カーテン、よいしょ。そう、リア充アクスタだらけなの、サッチじゃなくて。ほら、もう動揺しちゃって髪の毛落ちてきたじゃん。初見です、ありがとう。本棚いいよね。いいな、え、いいね、サッチも買おうかな、グッズ。でもグッズってどうやって買うの？だって帰ってきてさ、アクスタ並んでたらテンション上がんない？うん、ただいまサッチ。あ、自分のを買うわけじゃないよ。あの、しずきさんとか桜坂の推しの方買ってテレビ台の前とかに飾ってて、サチだな、今日も疲れたよーってちょっと自分語りかけようかな。そう、幸せだよね。そう、正直前からのチャートで、あ、二股を公言してるんですね、許しましょう。毎日サチカレンダーのやつ大事、嬉しい、届いてるよ。そう、アクスタ欲しい、一緒に撮るやつね、アクスタと。やりたい、アクスタと撮るやつ。しーちゃん推しなの、え、え、え、でも大津のレイさんも結構来てるんですよね。でもしずきさん、でもしずきさんで桜坂さん好きでちょっとハマってたんですけど、しずきさんでもうどっぷり片足落ちました。うわ、溺れるってなりましたね。そう、だからきっかけはしずきさんです。こんばんは、こんにちは、来てくれてありがとう、さっち来てくれてありがとう。自業自得踊れる、くー、踊れません、ここだけ踊れる。チャッカッチャッドゥーン。え、この話してないよね、さっちさ
7月1日にさ、なんかすっごいお腹空いてさ、そうなんか結構予定詰まってすっごくお腹空いてて、なんかあ疲れた、でもお家帰って何も作れないよって思って、雨だったの、しかも雨だったのね、うーっと思いながらね、一人でトポトポ歩いてたの。あーちょっとなんかテンション上げるためになんか食べに行こうと思って、そうなんか食べに行こうと思って、そう何食べようかなと思って、あ丸亀製麺食べたいと思って、一人でこう雨ザーザーの雨の中ね、しかもちょっと疲れてるんで、疲れたザーザーの雨の中こう一人トポ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 歩いてたんですよ。よし着いたと思ったらめっちゃ行列で、そう1日が半額の日だったんですよ。サチは丸亀って結構空いてるイメージだから、なんかその3時とかお昼時とかじゃなかったら、そうだからすんなり入ってこう一人でそうニコニコ満足げに食べようとしたらめっちゃ行列で、そう食べれなくてめっちゃショックでしたっていう情報があったの。結構最近の出来事でショック、あの半額やってたから、そうみんないましたね。そう。そうショックだった。そう、ウドーナツも食べたいんだよね。こんにちは、しけいさん来てくれてありがとう。あ、40分になったら終わろうか。45。ちょっともうちょっとしたら壇上見ます。それだ、釜揚げだ。ドーナツ食べてない、食べたい。え、天ぷらは絶対つけますよ。お疲れ様です、来てくれてありがとう。そう、しかも雨だったからさ、そうサチ来てくれてありがとう。え、嬉しい、ありがとう。でもカツ丼も気になってる、うどん屋のうどんつ美味しかったよ。え、でもなんか東華さんの時になんか試食配ってて、うどんつの発売前でめっちゃ美味しくて、そう美味しかったのめっちゃ覚えてる。だから食べたいんだよね。サッチは舞茸ですこの前ひーたんとさ、ひーちゃんとさ丸亀行ったんだけどさ、なんか舞茸の天ぷら買う人初めて見たって言われたサチマジでなんか人と味覚違う気がする。でも舞茸って美味しいやんね。ね、スケさんうどんだったかな、どこだっけな、舞茸うどんがあってさ、 ST ってこんな可愛く、え嬉しい、ぜひ STU の沼にハマりませんか曽川咲と言います、嬉しい。ぜひ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 すぎます。え、そうだよね、美味しいよね。そう、舞茸の天ぷら大好き、うまいたけです、うまいよきさんですよそう、そう、ようこそ STU へです。 STU はいいですよ。スチスチありがとう、うまいよきさん。舞茸の天ぷら本気で美味しい。じゃあそろそろ壇上読もうかなと思います。急にごめんね、今日はちょっと急に終わっちゃうんだけど、ちょっと急だけど終わろうと思います。ということで壇上読まさせていただきます。マジで急だね、ごめんね。なんか舞茸の話して急に壇上。それでは13位ギルスさん、12位ミシェルボーイさん、11位トンさん、10位リョウジさん、9位ケスティンさん、8位台湾のコウさん、7位20世紀ともちゃん、6位ミヤヒーさん、5位モミジさん、4位ロイケイティさん、3位クマネパパさん、あロイケイティさんタワーありがとう、ありがとう。3位クマネパパさんありがとう、タワーありがとう。2位はノブさんありがとう、ありがとう。そして1位はタイピーエンさんありがとう、あの何額縁のすごいタワーありがとう。またスクショ可愛ければ載せてねもし事故ってたらちょっと NG でお願いします。ということで皆さん本日も配信見に来てくださってありがとうございました。今日はね大阪ララポート堺さんで
チアアップのダンスのイベントありがとうございます。すごく楽しかったです。また大阪行きたいですね。ということで皆さん、あ、23時59分までなので浴衣ぜひグッズゲットしてくださると嬉しいです。ということでみんな、明日はお話し会なので来てくださる方は待ってます。おしましも待ってます。ということでみんないい夢見たね。じゃあ今日も一日お疲れ様。またね、おやすみ、ありがとう。またね、また明日。